はい、行きましょう。まあ旅はまだまだ続くよと。そうするとこのバブの島、バブの島っていうかバブ周辺はもう終わりですよね。特にもう回るとこがなくて、テッシーが今まで来たところとつながるので、間違えたってことだよね。これで多分攻撃対象がいなくなって、攻撃、そうですね、当たらないですよね。バブも強くなってきたな。いいね。ここはもう用はないので、酒持ってくるか一旦。そしたら今の段階では死なないように立ち回らないとですよね。とにかくお金がもう800あるので、おい酒売ってねえんかい。そう、800はちょっと失いたくない。で、今回の目標は酒を買ってサンドラットを手に入れたいと思います。バブの、それとサンドラットがこれ2個持てるのかっていう、それもねちょっと確かめたい。サンドラット2個持てれば結構いいんじゃない？4つ4つ8個持てて1、2、3あるからね。まあ使用上なんか無理な気がしますけど、これね道具の欄がねないことによる弊害がかなりある。何度も行ったり来たりしないとダメなので、おいバブ、バブも一体になるんだこれ。敵が増えているふざけやがってこれバブ一人だときついので、もうこうでしょ。え、これ敵強くなってたりするのかな。腹立つな。ボボボンボボボン、6体いるから。あ、 B で動かさないことができました。今まあどうせこいつらアホだからテッシーに突っ込んでくるでしょ。いやでもちょっと強い敵と当たったらバブやばいですからね。おら、一人で戦うんだね。どうせこいつらアホなんで。ほら、おっとガラガラヘビがやってくる。のガラガラヘビですよね。罰金、見たことないやつらばっかり。まあ雑魚だと。ヤマヒル懐かしい。ヤマヒルはテッシーのとこの雑魚ですから、二人仲間になったことで、おっとあいつ、こいつだけ頭いいね。でももう遅い。お前がボス級か。頑張ってるな。ボスやらされたんだろうな、ブロックデービル。いや俺強くないんすけど。いやでも他のね、雑魚からしたら十分力あるんで。いやいや無理無理無理っす無理っす。いやまあとりあえずちょっとボスにいといてくださいと。いやーっていうやりとりでだと思うんですよね。でこれ、そっか、バルタリー、こっち何でしたっけ。ネオマイ、あーちょっと怖いっすね。
ただレベルは上がりやすいですよ。これはでもこれ左上なんもなかった、なんか戻って、いやマリナデルペイかこっちな感じだな、これ。あれ、そうだよね、マリだよな。あそこ今行っても酒がないのでしょうがないから、バルタリー戻るか。で一旦バルタリーに行ってセーブしましょう、そこで。でバブが、レビテート使ってバルタリーに戻るんだったら、まあレビテートホーリーの効果がわかると、そういう感じにしましょう。これいけるんじゃね。いやー硬い、まだだな、全然まだだったわ。ちょっと過信しましたね。ダメ、硬い、バブ硬い。ある程度レベル上がると結構硬くなりますね。あ、そういえばマジックアローを使ってなかったですね。使いましょう。硬いからいけるか。どういうあれなのか見たい。初魔法ですよ。初攻撃魔法。いや硬いな。お、弱い。想像以上に弱い。10ぐらい与えるかなって思ったんですけど、攻撃と変わらんっていう。まあ倒したから OKOKOK、 いいんじゃない。ちょっとは戦闘効率上がったかな。ん、ここバルタリーですよ。あれ、バルタリーは、いやマジで行き過ぎて分かんなくなっちゃってるんですよね。あ、ブロックデービルもいけるか。もうバブこのままナイフと革の服だけで、なんかテッシーより強くない？バブ言ってまだ戦闘して一動画ぐらいでしょ。戦闘して一動画でこんなに、こう酒場だわ、こんな強くなってないかったよ、テッシー。やばい、ここら辺がやばいんか。そうか、ここがやばいわね。ここやばいっすわね。そうなのよ、ここやばい。ふざけんな、ピンポイントでだから、ここで道具、おい毒ダミン、あバブ攻撃こうだろ、これで多分倒せると思う。よし、うわー強いわ、やばい強い、感じきが強い。やばい、これはやばい。魔法じゃない、マグ使えるかこれ。やった、行ったぞ。10ぐらい使った。え、じゃあね、今ちょっと見えなかったんだけど、ダメージいくつ、しょぼいんだけど倒せてないんだけど、ピンチにもできてないんだけど、これも想像以上にしょぼいな。想像以上にしょぼいぞこれ。毒、やば、毒だなこれ。毒が一番やばいこのゲーム。
まあ、ゲームじゃなくても現実でも毒やばいけどね。これから強くなっていくとマグマグも強くなるのかな。おいしょーし、ちょっと神頼み使ってテッシーのポイズノンちょ渡そう。神頼みがあと一つか。いや意外にほら道具すぐなくなっちゃうから、これ結局すぐないっぱいになっちゃうんすよね。まあもう町が近いんで、いやーやばいっすね。テッシーいないと完全にアウトですね。まあ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 、もう一段階強い魔法で、しかも単体魔法で一体を倒せる、一体単体魔法で一人一冊ができるようになればちょっとは楽になるかなと。よし、ナイス、覚えろ覚えろ。きた、うわー魔法封じか、多分魔法封じ。あれはそうだね、攻撃よりどっちかっていうとあれだよな、ポイゾナが欲しいよね、毒消し魔法が。多分ピク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 じゃない、なんとなくピクピクが回復っぽい気がする。この戦いはテッシー一人の時と、うわーマジか、変わらんすからね。よし、ナイスバブー、ナイス。一人と変わらないって言った途端テッシーがバブにフォローを預ける。酒ここ、あ、酒は右の男に売ってましたよね、確か。一旦止まりますか。あ、そっか、40、たっけえな。たけえわ。酒ね。酒と、ポイズノン、あとは神頼み、誰に渡しますかがないっていうのがさ。まあバブが一個ずつ持ってて、テッシーが二個ずつですか、多分。これですよね、日よけの子供の情報。日よけの子供、そうっすよ、とてもダメだねって、ここで初めてバブからすると聞けるはずだから、目覚めの部屋ですと。いやー75か、これで。いやでもここでレビテト使うのアホだな。サンドラットまでは一旦行きたいよな。サンドラット行こう。サンドラットの街にしちゃってるけど、でもあれがだるいな。呪い一回通らないといけないのか、それはそれでだるいな。ホーリー4の地図。1個ずつか。ちょっと待ってね。これ、マリナ・デルペイまで行ければ行きたいんだよね。
でもあのトカゲ、トカゲ連中がいるよね。あいつらと対峙して、まあ最悪テッシーだけは生き残れるから行ってみるか。そうだね、最悪テッシーは多分行って帰ってこれるんで、バブがね、バブが死んじゃってもテッシーが行って帰ってこれると。あのゴブリンの酒、あいつが酒持ってるかどうかで話聞けてなかったんで、酒持っていればなんか話聞けるんじゃないかなっていう。さすがにまだテッシーでもゴブリン倒せないと思うんで、あの強さは。あれ強烈でしたよね、最初に出会った時。なのでちょっとまだ厳しいかなっていう。まあ防御、バブが生きててずっと防御して、ゴブリンの攻撃がバブに行ってダメージをすごい抑えられたら、まあワンチャンあるかもしんないんですけど、まあ正直こいつらだけだったら楽勝に行けるんですよね。マリナ、デルペイまで。まあ時間かかりますけどね。そう、これね、ファミコンエンカウント多いとね、すごいんですよ。編集、動画の編集、まあ編集っていう編集までいかないですけど、最初と最後だけいつも切ってる感じなんですけど、編集のね、動画のファイルの中バーって一応見るんですよ。ほとんど戦闘シーン、だいぶ戦ってるんですよ。すごい戦ってる。だいたいこの黒いところみたいなね、感じになるんだと思いますよ。いや、すごい戦ってんなーっていう、ね、どこのシーンかわからない。で、まあセーブしてゲームやめた後に情報整理するために、あれ、あの話どこで聞いたかなって、まあ時々ちょっと確認してきますっていう時もあるんですね。で、その時に全然見つけられないと、戦闘シーンばかりだから、あれあの街入ったのここら辺だったと思うけどどこだっけみたいな、ポチ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 ね、あれ探してるんですけど、見つけるのが一苦労っていう。で、ようやく見つけたと思ったら、本当にちょっとしか喋ってないっていうか、探索しますっていうところですぐ終わってるんですよ、探索の回が。その動画のあの量、動画の30分の量からすると全然喋ってない、少ないんですよ、めちゃめちゃ少ないんですよ。え、こんだけ結構探索面白かったけど、いろんな話聞けたけど、こんだけしか、ほんの 4,5 分とかだけなんで、ほんと戦闘シーンだけなんですよね。シルバー機はちょっとね、お金的にいらないんで。あれ、こんな分かれてましたっけ。なんか上すごい、そうだよね、上すごい行った記憶があるので、ここら辺からか。あ、もうこれでバブに毒言ってくれと。そう、テッシーはもうこれで倒しやと。で、あいつはもう多分バブに攻撃してくるんですよ。そうそうそう、バブ狙いで言ってくれと。ひどいよねこれ。よし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 、いいよ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 。あ、よくないよくない、それよくねえか。毒食らっちゃうと、そうか、フィールドで食らっちゃうから、どっちにしてもバブに行くのは困る。
だけれども戦闘中の攻撃力が下がらないことはそれはそれで重要だからさ、そうだよな、これ重要。戦闘中に回復しなくて済むから、ポイズノンはテッシーの方から使うと。行こう。とにかく酒を渡したい。ここら辺からやばいよね。もう近いけど、もう近いけど、あれこっちじゃねえか、ここじゃねえか。あでもここだよね、ここだわ。こっちから行ったんだ。でこの下がやばかったんだっけ。確かこのその下が確かやばくていけなかったんですよね。でここら辺に来て、いやだいぶ来てますけどみたいな、だいぶ来てるけどまだ敵変わらないみたいなこと言ってたよね。アニークラウンか、ちょっとな、ちょっとな。2発で倒せるっていうのはいいけど、食らうのがちょっと嫌ですね。もうちょい、もうちょい。もうあの橋の下、橋の下ですから。あれも毒トカゲ出なさそうでよかった。正直まだ地図が頭の中に出来上がってなくて、いつものように感覚で来てるんですけど、まエストポリスよりかは少し頭に入ってる。ここの上はまだ行ってないんですよね確か。あ出た出た出た、こいつらよ、こいつらが一番あれなんですよ。ちょ待って、違う違う、厳密に行く、厳密に行く。あぶねえ。ここはドクトカゲの攻撃ですら1に抑えるっていう。こいつは一撃で倒せる、毒を食らわなければね。あー強いな、やっぱり強いっすね。よーし、あー一撃でいけた、ナイス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 、ラッキーベル。いやこれラッキーベル助けられましたからね。ゴブリン、ゴブリン。うお、酒持ってても、酒持ってても、ふざけんな、やば。いやでももうこれさ、そうしたらもうさっき言った作戦しかないっすよね。もうゴブリンに当たってくれることを祈るしかない。あー結構ダメージ与えた、でかいでかいでかい。うわー強い。ただもう一回は耐えられるので、よし、バカが作戦にまんまとハマっている。よしよし、いける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 。くっ、向こうも力振り絞ってきてやがる。これでもよし、あーもらえねえあんまり。よし、いやーこれ嬉しいね。おお、そういうことか、これで船買えってことか。よっしゃ、ナイス。よっしゃ、おいゴブリン倒してあげたぜ。おいゴブリン、え この人か、ゴブリン倒してあげたよ。ああ、そっか、のんべいだからもう酒渡しても意味ねえってことが。これおっさん、おっさん、えい、買うぜ買うぜ。物を持てボート、物なんですか。いやちょ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 、ボート諦めてねえから。えこれで2600減ってるとかないよね。そうだよ、そっか、あいつ倒してボート買えってことか。まあ神頼みん使えば OK か。で、
ここで違うんだよ。サンドラッゾの神頼みを使うんだよ。使っ、あーバブじゃねえよ、間違えた。まあいいや。使ってボートを手に入れると、多分サンドラッゾの中にボートが入るんですよ。やったぜ、おい。おい、いやーでもこれいいな、これ。多分こことかでボートを使うと、ボートができるんですよね。え？違う、ポイズノンじゃねえよ。テッシーのサンドラッドのボート。やった、うわ、超楽しい、めっちゃ楽しい、めっちゃ楽しい、ここ。ゴブリン倒してからのここ行くだけで楽しい。いや、子供の頃の夢が叶ったみたいなね。めっちゃ楽しいよ、おっさん、おじいさん、めっちゃ楽しい。ありがとう、ボート。ここだけで楽しいんすよね。おっしゃ、オッケー。で、これ何回も使えると。このボートを、なんかこういうとこで使うのが、ナムコ、同じナムコのさ、なんだっけ、ドリームマスター方式と似てる。あのドリームマスターっていうゲームもね、実況してるんで見てください。お姫様がちょっと可愛いですと。はい、まあ、ちなみに私は好きなのは、そのお姫様より途中に出てくる女冒険者ですね名前忘れたけどっていうね。はい、そっちの方がタイプです。ということで、なんかボート行けちゃいましたね。いや、でもゴブリンとの戦いはマジ結構ギリギリでしたよ、あれ。あそこで倒せてなかったらね、やられて、ま、21食らって倒れてましたもんね。兜装備してなかったんか。はい。いや、ギリギリでした。いい戦いができたと思いますので、ぜひ、グッドのボタンをお願いします。テッシーでした。